皆さんお久しぶりです。ジンです。今は僕はシドニーでワーキングホリデーをしています。厳密には1年目がワーキングホリデーで、今2年目なんですけど、2年目が COVID ビザで滞在しています。で、3年目にワーホリ伸ばして、4年目は、まあ、180 days 2回目のリージョナルワークをしようか迷っているところです。はい。で、今日、久しぶりの動画になるんですけど、まあ、6ヶ月間ほぼ6ヶ月ぐらいかな、動画を上げれなかった理由は、まあ、結構仕事に関係してる感じかな。で、まあ、時間もなかった、フルタイムで働いてたんで時間もなかったっていうのもあるんですけど、まあ、それ以上にやっぱり、まあ、結構厳しい会社だったので、まあ、ソーシャルメディアの使い方っていうのはちょっと考えてました。はい。なので、また毎回これ言ってると思うんですけど、コンスタントに上げる、コンスタントに上げるって言ってるんですけど、上げてなくて申し訳ないです。まあ、今までのフルタイムジョブが終わって、今、まあ、次ネクストキャリアを探してるんですけど、今日もちょっとインタビューがあって、そのことについてだったりとか、いろいろ話していければいいと思います。はい。今日トピックがいくつかあって、久しぶりの動画になるので話すこといっぱいあります。いっぱいあるんですけど、その中でもこれは絶対話しておきたいっていうのはちょっとまとめてるんで言ってきます。まず、まあ、1個目緊急報告で、次仕事、ジムについて、フィジックアップデートについてだったりとか、まあ、モデルの話だったりとか、まあ、近々ビッグニュースがありますよっていう、まあ、報告の動画であったり、あとは、まあ、インスタで昨日募集した、まあ、Q&A について、答えていければなと思います。はい。で、まず最初に、緊急報告としましては、シドニーに去年の10月ぐらいに来て1ヶ月半ぐらいかな、その一緒にこっちに来た友達と、まあ、シドニー中フラフラしたりとかしてて、去年の12月の頭ぐらいに、前の仕事を見つけて、あ、多分これ多分知らない人いると思うので先言っておきます。僕の前職は、CEO アシスタントと HR でした。まあ、CEO アシスタントと HR って言ってもなんだばかりで、もうほぼ全ての業務を行ってきましたね。まあ、スーパーバイズでやったり、まあ、ミーティングのセットアップ、まあ、クライアントへの、まあ、メール送信だったり、まあ、ほぼ全部の業務をしてましたね。アカウンタント以外。はい。で、まあ、結構、まあ、自分のためになりましたね。僕は結構すごいその仕事が好きで、まあ、その業務内容とか細かくいくことは、まあ、契約上禁止されてるので、会社辞めてから1年間は、内部の情報を外に出せないっていうのはあるんで、もちろんもう会社の名前とかも伏せさせて、いただくんですけど、すごい有意義な時間になりました。僕、まあ、今ここで言うんですけど、将来的に結構シドニーで、まあ、いろいろビジネス展開していきたいなと思ってて、で、その中の1個に飲食がある中で、今回、まあ、働かせていただいた会社はシドニーで5店舗の飲食店を経営する、まあ、会社だったんですけど、すごいためになりました。そうですね、今まではドライバーもしてましたし、まあ、車はほとんど毎日運転しましたね。はい。で、まあ、そうですね、12月から年末まではカジュアル雇用で働いてました。で、そこから、本契約フルタイムということで、1月から、6月の8日までかな、フルタイムで働いてました。で、まあ、スケジュールとしましては、まあ、9時から5時まで働いて、で、まあ、6時ぐらいから8時ぐらいまで、まあ、ジムに行って、もちろん帰ってきてからですよ、帰ってきてからジムに行って、で、帰ってくるっていう生活をずっと続けてました。で、週末はまあ友達と出たり出なかったりっていう。はい。まあ、あんまりこの内容については話さないんですけど、まあ、で、つい最近、辞めて、で、次のキャリアを探してます。はい。で、今もちょっとあの進んでるので、いろいろプロセスがなかなか、その面接内容についたりとか、インタビューがどう進んでるとか、言いたいですけど、まあ、なかなか言えないところもあって、とりあえず今は、まあ、次のキャリアを探してます。それだけは言えます。次のキャリアを探してて奮闘してます。はい。で、僕が探してるのは、まあ、オフィスジョブ、こんな感じですかね。仕事は、まあ、仕事、そうですね、まあ、すごいいい経験になりました。はい。約6ヶ月ぐらいかな、トータル働かせてもらって、僕も日本でのそのちゃんとした勤務経験というのは、フリーランスのパーソナルトレーナーしか やってなかったので、日本でのちゃんとした経験というのはなかったんで、まあ、こちらで初めての、まあ、オフィス業務というか、まあ、経験を積ませていただけて、よかったです。はい。次のトピックはジム。そうですね、ここ最近の2週間は、まあ、体調も壊したりとかもあって、なかなか思うようにジムに行けてなかったです。でも、まあ、その働いてた、まあ、6ヶ月間、約6ヶ月の間のジムっていうのはすごい充実してて、まあ、食事も8割ぐらいの力で、あの、食事は管理できてました。で、トレーニングも、ほぼ毎日行って、いい強度のトレーニングをできてました。はい。なんで、体も結構変わってきてて、良かったです。ただ、まあ、ここ2週間出たんですけど、3週間ですね、
仕事辞める1週間前ぐらいからちょっと体調崩し始めて、この今撮ってるのすごい晴天なんですけど、今日はもうシドニーの天気終わってます。はい、めちゃめちゃ寒いですし、雨、もうほぼ毎日曇りですね。曇り雨が続いてます、ここ最近ずっと。もうここ2ヶ月ぐらいかな、もう雨と曇りがすごくて、こんなに晴れたんマジでいつぶりってぐらいめちゃめちゃ晴れてます今日は。で、まあそんな中、自分もあんまり僕シドニー好きじゃないんですよ、正直。はい、僕の友達が一緒にこっち来るって言ったから、一緒に移動しただけなんで、あんまりその愛着というのはなくて、ただイメージとしてはシドニーはちょっともうビジネスしてる、自分のキャリアを積むであったり、そうですね、まあ、チャンスがいっぱい転がってるって言い方をすればいいんですかね。例えばモデルをしたい人であれば、次のトピックで話すんですけども、モデルしたい人であったりとか、いろんな活動にするのにすごいおすすめです。はい、ビーチもちゃんとしたのありますし、夏はすごい良かったですよ、シドニー。はい、ただレントが高かったり、物価がちょっと高いイメージですね。はい、だからちょっと今はまあ、あったかい地域に戻りたいな、まあ、ゴールドコーストに戻ってもいいですし、まあ、ケアンズだったりちょっとあったかいところに行きたいなっていうのが、まあ、本心です、正直。まあ、次のトピックですね。はい、シドニーに来てから、インスタグラムでオファーをいただいて、モデルも活動もしました。インスタ見てもらえば分かると思うんですけど、 RD、まあ、ビッグ W であったり、まあいろいろ撮影とかさせてもらってました。でもそのエージェントがちょっと、あんまりプロじゃなかったので、契約切りました。一昨日ぐらいかな、メール送って、契約終わるっていうことを話して終わりました。で、まあ次、今一緒に撮影で働いてた友達が入ってる事務所に入ろうかなと思ってて、次そこに、まあ、2週間後かな、アプライしようとしてます。はい、ただまあ僕のビザの関係もあって、テンポラリーやったら一つのものの元でしか働けないので、その点も考えてちょっといろいろ考慮してやってみようと思います。はい、で、そう、次のトピックが、近々ビッグニュースがありますってことなんですけど、ちょっとインスタのストーリー見てもらった人には分かると思うんですけど、まあラブアイランドからのオファーがあったのを載せたと思うんですけど、まあ本来なら出たいんですけど、まあ多分出れないでやろうっていう考えです、今。それはなぜかというと、まあ言えないんですけど、これはコンフィデンシャルなんで言えないんですけど、まあ8月にみんなが、まあ僕をまでフォローしてくれてたら、まあ分かるやろなっていう感じですね。8月にそれが分かります、その理由が。はい、まあ多分日本人で、まあラブアイランドからアイランド来る、ラブアイランドからオファー来るような人は今まで多分いなかったと思うんで、そこは結構すごい誇りに思います。はい、結構自信にもつながりますね。はい、で、そうですね、ここについてあんまり触れられないことが多いな、結構今回。近々ビッグニュースがありますということで、楽しみにしててください。はい、で、次 Q&A、 昨日インスタで Q&A 募集させてもらいました。しっかり答えていきたいと思います。はい、まず1つ目、ワーホリに行くのに今おすすめの場所を教えてくださいっていうことなんですけど、今まあオーストラリアは冬です。もうめちゃめちゃ寒いです、シドニー。はい、天気も終わってます。なんでシドニーは今ベストのタイミングじゃないと思います。なんでどっかあったかところ、まあ、ケアンズ、クイーンズランド、まあその他もろもろ、僕ウエストコーストは行ったことないんで、いいとは聞くんですけど、僕が行ったことないんでまだおすすめできないです。はい、もしあのウエストコーストで住んでる方とかいらっしゃいましたら、このコメント欄で、教えてあげてください。はい、なんでまあケアンズ、ゴールドコーストあたりかな、いや、それかまずノースクイーンズランドですかね。はい、2つ目の質問いきます。解雇されたオーナーとは仲いいですか。多分これはまあ前職の話をしてると思うんですけど、あのこれだけ言わせてもらうんですけど、僕解雇されてないです。はい、自分から辞めるって言って辞めました。契約上、まあ、9月までの契約だったんですけど、僕がもう限界来て辞めますって言って、リタイアメントノーティスを1ヶ月前に出して辞めました。はい、まあ、その出した次の日にジン君9月まで残ってくれないかって言われたんですけど、僕は無理って言いました。はい、まあそのまあ内容とかも理由とかも話し出したらもうキリないんで、割愛させてもらいます。まあ多分この人は、まあその僕が働いてたそのところは、まあ5店舗経営してるんですけど、飲食店を、日本人も結構多かったんですね、働いてる人 でその中に僕の TikTok であったり YouTube インスタを見てくれてる人もいて、はい、ジン君見てますって言われたことあるんですけど、まあ多分その人らから聞いてジン君を解雇されたって言ってると思うんですけど、多分それはまあマネージャーであったり、まあ上の人らが僕が辞めまあ僕すごいいろいろも爆弾というか、まあもいろんな秘密があって、まあもちろん言うつもりもないんですけど、ジンが辞められたって言ったら多分聞こえ悪いと思うんで、まあ解雇したって言い方をしたと思うんですけど、まあそこについてはまあ僕も大人なんで触れないでおきます。はい、なんで介護されてオーナーと仲いいですが、僕 CEO とはめっちゃ仲いいです。まだ未だに昨日も電話しました。はい、
主要は全然まだ仲いいです、はい、仲いいというかよくしてもらってます、はい。まあ、ただ他にもいろいろ問題あってそれが原因で辞めたっていう感じなんですけど、まあ、うん、CEO とはすごい仲いいです、はい、僕もすごいその CEO の最初情熱フィロソフィー哲学にこう惹かれてあの入った部分もあるので35年こっちで叩き上げて一から作り上げてきた人なんでもう超リスペクトしてます、はい。で、また、まあ、今日本に帰ってらっしゃるんですけど帰ってきたらまたご飯行くぞって言われてるんでぜひご一緒させていただきたいです、はい。なんでそうですね、オーナーとは仲いいです、オーナーとは仲いいです、はい、はい。次の質問いきます、はい。将来のビジョンはありますか、はい。ちょっと先ほど触れさせてもらったんですけど冒頭で、将来的にはこっちでビジネスをいろいろ展開していきたいと思ってます、はい。例えばビズの問題もあって、うん、まあ、スポンサーしていただけるところを探したり、まあ、いろいろ問題は出てくるんですけど、まあ、そういうのをクリアにしていければいいかなと思ってます、はい。次の質問いきます。無職状態で1ヶ月にかかるリアル生活費、あ、これちょっと見たときにちょっと軽く計算させてもらったんです、ざっと。で、僕の場合ですよ、今シドニーに住んでて、固定費ですね、どのぐらいかかるかっていう1ヶ月、まず車2週間に1回ガソリンを入れてます。で、まあそれが100ドルぐらいなんで、まあ1ヶ月で200ドルぐらい、自分ぐらいしか使わないので、車の保険代も僕30ドル付き払ってるんで、で、レントが1週間245なんで1ヶ月980ですね、はい。で、健康保険僕は2部に入ってます。で、118ドル月にかかります。で、携帯代が月に60ドル、多分これちょっと高いんかな、僕もちょっと考え変えようかなと思ってます、はい。で、次ジムが、週30ドルですね、なんで4週間で、120ドル。で、交通費が僕が会社に通ってた頃は、まあ、行きのバスで3ドル、帰りのバスで3ドルかかるんで、まあ、6ドルですね、6ドルかける、まあ、5日間週で30ドルかける4、120ドルですね、これも。で、サブスクですね、まあ、ビンジであったり、ネットフリックスであったり、そういうのがもろもろで、僕は今、ビンジだけなんで、10ドルですね。それプラス、まあ、グロセリー、まあ、ショッピングとか行けば、なんで、これを足すと、そうですね、2000ぐらいかな、そうですね、月の固定費は2000ドルぐらいかかると思います。はい、日本円にしても約20万ぐらい、考えてもらえればいいと思います。そうですね、それを参考にしてもらえば、で、僕の、まあ、家のレントは安いんで、245ドル、まあ、300ぐらいで計算してもらえれば。妥当になるのかなって感じ。で、次の質問いきます。セカンドビザはどのように取得しますか。僕も88 days 終わってるので条件は満たしてます、はい。あとはまあアプライするだけで、まあ今年の9月に僕のコビットが切れるのでそのタイミングで、3年目のワーキングホリデービザに2年目の条件でアプライしたいと思います、はい。ファームを、ちなみに僕はファームをしました、88 days。 次の質問いきます。おすすめ銀行とジム知りたいです。おすすめ銀行、僕が使ってるのは、まあ、ANZ 使ってます。他にもいろんな、まあ、コモンウェルスとかいろんな、銀行があると思います、はい。ただ僕は、まあ、ANZ を使ってます、ね、一切問題ないです、はい。で、ジム知りたいです、まあ、いろんなステート州によって特色が出てくるんですけど、今シドニーの場合は、まあ、ワンプレイグラウンドであったり結構おしゃれなすごいいいジムですね、はい。まあ、僕が行ってるのはワールドジムなんですけど、今僕の、まあ、メンバーシップが12月末なんですけど、あ、もう僕もジムを変えたいって思いがあるので、今僕のメンバーシップを引き継ぎしてくれる方を探してます。普通に取るよりはお得なんで、もしジムワールドジムでメンバーシップを取ろうと思っている方がいらっしゃれば教えてもらえれば、連絡取り合って引き継いでもらえれば嬉しいです、はい。ですね、まあ EMF とかもゴールドクイーンズランドやったら結構流行ってるんですけど、まあ、シドニーやったらワンプレイグラウンドとか、まあ、いろんなジムがあります、探してみてください、はい。次の質問いきます、シティに住むのと海沿いに住むメリットデメリットがあれば教えていただきたいです、はい。そうですね、レントの面から見れば、海沿いはクリスマス前、夏前ですね、レントがもうめちゃめちゃ上がります、高くなります、はい。それに比べてシティは結構もう一定というか、場所をまあ考えなければ、まあそうですね、安いところもあります。ただ僕の場合インナーウェストぐらいに住んでるんですけど、デメリットは海まで遠い、僕車あるんで、まあ、20分ぐらいなんですけど海まで遠い。で、メリットは何でも揃えることができる、リテールも服屋さんもいっぱいありますし、スーパーマーケットもありますし、困ることがないですね、生活に、はい。で、僕がまあ海が大好きなのでちょっと海沿いに住みたいなっていうのはあるんですけど、まあ、レントもすごい高い、450とかするんですごく考えてます。ただまあメリットとメリットで言えば海が近い、遠い、あとはまあ不便、海沿いもまあ不便じゃないと思うんですけど、まあ、シティに比べたらちょっと少ないかな、ものはっていう、はい、って感じですね。で、次の質問、ジンさんのオースでのおすすめの服屋も知りたいです。オースでのおすすめの服屋っていうか、僕が
どこの国にいても自分が好きなブランドを押すタイプなんで、ザラ、ラルフローレン、あ、でもオーストラリアありますね、ブロンズスネークっていう アパレルすごいです。僕も何着か今は買ってて、すごい僕は好きですね。はい、次の質問いきます。はじめホステルで友達を作るには何日くらい滞在するべきかも教えていただきたいです。ホステルの形態にもよりますね。例えばトラベリング、イーストコーストラベルしてて泊まるホステルでやったら多分長くても1週間制とかなんで、結構難しいと思いますね。はい、ただそのファームとかで行くホステルっていうのは長期間滞在なんで3、4ヶ月いると思うんで、すごい簡単にできると思います、友達は。はい、なんでまあトラベルしてると考えて1週間ぐらい、まあ1週間あれば余裕で友達できますよね。もう1週間、僕の場合は1日でできますけど、自分から声かけたらもうすぐ友達になれるんで、まあちょっと不安な方は1週間ぐらい見といてもらえればすぐ友達できると思います。はい、次の質問いきます。日本と何が大きく違うと思いますか、いい意味でも悪い意味でも。まあ考え方かな、マインドセットの違いっていうのが一番でかいかなと思います。はい、人生に対する考え方、これ話し出したら長いんですけど、まあ仕事に対する考え方だったり、楽しみ方であったり、インフラとかがちょっと僕はやっぱり日本でずっと生まれ育ってるんで、まあ、飯とか日本やったら24時間どこでも美味しいものが安く手に入れられて食べられるっていう状況ですけど、こっちはそうはいかないんで、飯も全然違います、飯のクオリティも。だから日本すごいと思いますよ、やっぱり。改めて思いますね、いろんな国旅してきて、毎回思うのは日本はやっぱり素晴らしい国やなと思います。はい、政府は終わってますよ。はい、政府は終わってるんですけど、まあ、住むってことに関して日本はすごい恵まれてるなって、人にも環境にも恵まれてるなと思います。はい、次の質問いきます。ウェイジっていう来てるんですけど、まあ実況の話で、僕の前働いた会社は、24.87 でした。はい、バカ低いですよね。僕の周りの友達に話したら、やっぱりオフィスジョブやってる友達多いんで、僕の周りの友達聞いたら、それオフィスジョブで 24.87 なんだみたいな、それ最低賃金以下やんそれみたいな言われるんですけど、僕もそれ分かってます、最低賃金以下ですよ、余裕で。ただまあまあまあ、そうですね、まあ、経験が積めると思ってたんで、それはそれでまあよしとしてました。はい、僕の友達は、オフィスで働いてて、ローカルの34ドルです、時給。はい、なんで、まあ、オフィスジョブこれからオーストラリアで取ろうと思って思われてる方は、まあ、経験ももちろんあるんですけど、参考にしてみてください。34ドルぐらいです、ローカルのオフィスジョブの場合は。はい、次の質問いきます。日本に帰ってからのビジョンはありますか、また焦りはありますか。焦りは全くないです。はい、日本に帰ってきてからのビジョンはありますか。日本に帰ってからのビジョン、まあ、今はこっちで本当にまあ、いろいろビジネスやっていきたいと思ってるんで、帰ってからのビジョンっていうのはなかなかないんですけど、まあ、帰ったら帰ったでいろいろまだ自分なりに見つけてやっていくと思います。はい、次の質問いきます。保険はどちらに入られてますか、クレジットカードは何を使われていますか。保険は、さっきも言ったように、2部ですね、入ってます。はい、こっちに来た時の保険はもう切れて、別にそれ使うことなかったですね。なんで一番安いところでいいと思います、どっかで。はい、で僕はその後2部にこっちのローカルの保険に切り替えました。はい、クレジットカードは何を使われていますか、クレジットカードは僕使ってないですね、デビットカードですね。クレジットカードだったら僕アホと使っちゃうんで、日本からも、まあ、持ってきたんですけど1枚、使ってないです。はい、デビットだけですね。次の質問いきます。手軽で安く作れるバルク飯を教えてほしいです。ゴールドコースト在住。はい、ゴールドコースト在住。オーストラリアだったらどこでも手に入れる食材でいきます。まあ、パスタ、まあ、米、鶏もも肉、卵ぐらいあたりですかね。あとは量を食えってことですね。バルクするときはやっぱり。昨日僕 400g パスタ入れたんですけど、夜。量をとりあえず食わないと話にならないよっていう感じですかね。もう吐くほど食うっていうのを僕はまあ結構意識してます。はい。なんで、まあ、パスタとかも安いと思うんで、茹でて、まあ、チキン乗っけて、卵も入れて、YouTube のリールとかで、いろんなパスタレシピみたいなの載ってるんで、調べてみて、トライしてみてください。すごい美味しいです。はい。安く作れます。パスタなんか、原価しられてるんで、安く作れます。はい。次の質問いきます。おすすめのワーキングホステル教えてほしいです。ダーウィンにもあると聞きましたし、いいところはいっぱいあるって聞きました。あとはタウンズビルにもあります。ハービーベイにもあります。はい、ただ僕がいたところはいろんな諸事情があって、まあこれ話すと、僕がホステルにそのいた時にいろいろ動画作ってたんですね。ただそこではやっぱりホステルの名前を出さないようにしてたんです。それはなぜかというと、前の動画も話したんですけど、今いる人たちの仕事がなくなるからです。いろんな人が来て僕の動画を見て来てっていう人がいるんで、
名前は出さなかったです。ただもう一人日本人の女の子がいて、ホステルに。その子がなんかインフルエンサーみたいなことをしてて、あのホステルの名前をすぐよく出してたんですね。でそれを見た人とか、僕の、インスタとかをあのフォローしてる方たちが見てきて、日本人が一時期すごく多くなったんですね。僕の友達から、ジン、お前のせい、よく冗談っぽくですよ、冗談っぽく言ってますけど、多分みんなほんまに思ってます、ジン、お前のせいでめっちゃ日本人来るやんけみたいな、うん、よく言われてました。なんで、まあそれ以降やっぱりあえて名前を出すことはないかなと思って、まあ、今まで一回も出したことないですよ、 YouTube とかで出したことないですけど、うん、この姿勢は貫いていこうと思います。なぜかというと、僕も戻ろうかなと思ってるからです、そこに。はい、まあそこに戻る友達もいるんで、まあそうですね、僕がいたところは名前は伏せさせていただきます。ただいろんなところあります、あると思います。多分まあ Facebook の日本人コミュニティとかでいろんなファームとか載ってると思うんで、そこ見て行ってみてください。はい、ただまあ特別なワーホリをしようと思ってる方とかはやめた方がいいですね。はい、日本人ばっかりのとこは。そうですね、まあ今はちょっと結構、まあ、自分のターニングポイントというか、いろんな切り替えの時期で、仕事であったりモデルのエージェントとまあ手切ったりとか、まあいろいろあります。でまあ8月にもビッグアナウンスが控えてるんで、まあそれも楽しみにしてもらえれば嬉しいと思います。はい、そうですね、まあアルディの未払いの件とかもあるんですけど、まあそういう問題もまあ違う動画で話したらいいと思います。はい、以上ですかね。こんな感じでまあコンスタントに、まあフルタイムも終わったんで、次の仕事がどうなるかわからないですけど、フルタイムも終わったんで時間できるんで、どんどん動画作れればいいと思います。はい、今回もご視聴ありがとうございました。もし質問とかあればコメント欄でもインスタの DM でもお待ちしております。では